in response to my question about the Saka tribe of Stodana Gautama, father of Siddhartha Gautama or Buddha, Mr. Nico Gerardi, Rome, Italy, a researcher of ancient history in Greece, wrote to me as follows. Yes, Hiroshi, Buddha's father was Magi, but the Magi were Scythians that arrived in Iran. And then Wikipedia English writes about Scythians as follows. The Scythians, also known as Scyth, Saka, Sakae, Sai, Ishkuzai or Ashkuzai were Eurasian nomads, probably mostly using Eastern Iranian languages, who were mentioned by the literate peoples to their south as inhabiting large areas of the Western and Central Eurasian steppe from about the 9th century BC up until the 4th century AD. The classical Scythians, known to ancient Greek historians, agreed to be mainly Iranian in origin, were located in the northern Black Sea and for Caucasus region. Other Scythian groups, documented by Assyrian, Achaemenid, and Chinese sources, show that they also existed in Central Asia, where they were referred to as the Saka. Ladies and gentlemen, this is a very important part of this video. Again, where they were referred to as the Saka and Sai, respectively. ブッダの父親がバビロン周辺のサカ族の王であったことまでは突き止めました。それについてイタリア・ローマ在住の研究者のニコ・ジェラルディさんに問い合わせましたところ、次のような返事をいただきました。そうですよ、ヒロシ。ブッダの父親はマギ、つまりゾロアスター教の最高地位にあった神官でした。しかし、マギというのはイランまでやってきたスキタイト人のことを言いますと。で、そのスキタイト人について調べてみました。ウィキペディアには次のようにあります。スキタイト人は、スキ、サカ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 エ、サイ、イスクザイ、アスクザイとも言われていたが、ユーラシアにまたがる遊牧民であった。言語は東イラン言語を使っていたものと思われる。紀元前9世紀から紀元前4世紀までユーラシア大陸のステップに広い領域にまたがって住んでいた。古代ギリシャで知られていたスキタイト人はもともとはイラン人で、黒海の北コーカサス地方に住んでいた。また中国ではサイとも呼ばれていたことから、中央アジアにまでまたがって住んでいたことが分かっていると。ここで重要なことは、ブッダの父親のストダーナ・ガウタマはサカ族の出身の王であったということ。そのサカ族というのはスキタイト人の別名であったというよりも、スキタイト人のことを広くサカ族と呼んでいたということです。サカはそのままシャカ族につながります。年代、場所なども一致しています。つまりこうして私、林浩司のブッダはバビロニア出身説およびブッダ二人説が暴証として証明されるところとなりました。広し林ハママスリージャパン。おさらいをしておきます。今ご覧いただいている像は苦行中のブッダ像ということになっていますが、本当にそうでしょうか。
ブッダは3ヶ月の瞑想の後にですね、このようにガリガリに痩せたと言われていますが、本当にそうでしょうか？この台座に注意してください。この台座のところにはですね、つまりはゾラスター教の神事そのものが表現されています。中央に火を置きですね、両側からですね、僧がその火に向かって何やら神事をしているのがわかります。つまりこの様子はゾロアスター教、またの名を廃家教と言いますが、ゾロアスター教の神事そのものだということです。が、なぜ供養中のブッダの台座にはゾロアスター教の神事の様子が描かれているかということになります。つまりこの像で表現されているブッダはブッダではなくて、ブッダの父親のストーダーナ・ゴータマということになるということになります。そしてその息子がセダ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、セダ・アルタ・ゴータマということになります。ストーダーナ・ゴータマはペルシャから追い出され、そしてその追い出された先のネパールで、マヤンという女性との間にこのセダ・アルタ・ゴータマを設けたということになります。セダ・アルタ・ゴータマ、すなわちシッダ・アルタ・ゴータマ、すなわち私たちは現在ブッダと呼ぶその方ということになります。つまりシッダ・アルタ・ゴータマというのはペルシャの言葉で宇宙の真理の解放者という意味だったということになります。で、結論ということになります。ベヒスツン山のふもとにあるベヒスツンの碑文です。ダリウス一世をたたえた碑文です。この赤い丸で囲んだのがダリウスです。ストーダーナ・ガウタマを倒して位につきます。そのダリウスが足で踏みつけているのがストーダーナ・ガウタマ、つまり私たちがブッダと呼んでいるシッダ・アルタ・ゴータマ、ペルシャ名セッダ・アルタ・ゴータマのお父さんということになります。そのダリウスはストーダーナ・ガウタマと共に逆賊、つまりスキタイト人をこのように捕虜として捕まえています。腕を縛られています。その帽子に注意してください。頭に三角の帽子をかぶっています。ヘルメットかもしれません。その帽子こそがまさしくスキタイト人のシンボルであったわけです。すなわち逆賊のシンボルであったわけです。このようにしてストーダーナ・ゴータマが逆賊の出身であることが証明されました。繰り返しますが、ストーダーナ・ガウタマは逆賊、つまりスキタイト人であったということがこれで証明されました。ではなぜストーダーナ・ゴータマがダリウスに足で踏みつけられているか、それは続く動画の中で詳しく説明します。ともかくもこのような形でストーダーナ・ゴータマ、すなわちブッダの父親がスキタイト人であったこと、すなわち逆賊の王であったことが図らずも証明されました。帽子の形に注意してください。ブッダの父親はスキタイト人、つまり逆賊、つまり釈迦族の出身であったということです。Correction. The first man from the left is Darius the First. The second man from the left is Cambyses the Second, or another name is Cambyses the Second, the son of Kurus the Second, or Kurus Nisei in Japanese. And the man on your right side is Stodana Gaumata or
Another name in Nepal is Stodana Gautama, the Magi of the highest stargazer in Babylonia, or father of Siddha Arta Gaumata, or another name is Siddhartha Gautama in Nepal, whom we may now call Buddha. 訂正。ここに描かれている3人の人物は、左からダリウス1世、あるいはダレイウス1世とも言いますが、ダリウスです。左から2番目がカンブジェ2世、またの名をカンピュセス2世と言います。ペルシャ第一の王、父親のキュロスの後を継いでペルシャの王となった人物です。そして右から1番目、先頭にいるのがストダーナ・ガウマタ、最高位の神官、マギです。ストダーナ・ゴウマタの息子がセタ・アルタ・ゴウマタ、ネパール名、シッタルタ・ゴータマ、つまり私たちがブッダと呼ぶその方の父親です。セッタ・アルタというのは宇宙の真理の解放者という意味だそうです。以上、ここにこのように訂正します。広瀬林、浜松市ジャパン、 October 2018。Video Diary, August 19, 2017 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Video 日誌、2017年8月19日、林博史です。今日のテーマは、3人のマギです。3人のマギ。イエス・キリスト降誕の時にですね、3人の賢者がやってきて、マリアの処女解体によって生まれたイエス・キリストを祝福します。その時に出てくる言葉が3人のマギですよね。3人の賢者、あるいは3人の博士とも言います。いろいろ言われていますけども、マギです。ところがですね、このマギという言葉がですね、大変重要な意味を持つわけです。マギっていうのは前もって話しておきますと、例えばマジシャンのマギですね、まあ、マジックのマギですね、まあ、そうしたその魔法、あるいは魔術師にのその語源ともなった言葉がこのマギだそうです。でそのマギなんですけども、そのマギという言葉がですね、まあ、紀元前以前にはですね、2度しか、まあ、歴史上、まあ現れてこないと言いますか、記録に残っていないと言いますか、そういうことなんですよね。で一度は、ゾラスター教の教典の中に出てくるマギです。でもともとゾラスター教というのはマギ教と呼ばれていたみたいですね。がその後と言いますか、ゾロアスターという人、つまり別名ザラスストラという人によって広められたので、ゾロアスター教となったと。でもう一度はですね、ペルセポリスの碑文に残るマギです。そのマギというのはストダーナ・ゴータマであることがはっきりとしています。ストダーナ・ガウタマ、あるいはストダーナ・ガウマタとなっているそうですけども、このペルセポリスの碑文の中に出てくるマギですね。で別の文献によりますと、紀元前500年以前には2度しか出てこなかったと書いてあります。ともかくも、ペルセポリスとそれからゾラスター教の教典の中にマギという言葉が出てくるわけです。でそのマギなんですけども、固有名詞なのか、いわゆる一般名詞なのかということが大変重要な意味を持つわけです。でいろいろ調べてみますと、ギリシャ語のマグスだったと思いますけど、ちょっと発音の仕方は分かりませんけども、マングス、いわゆる、まあ、スターゲイザーですよね。いわゆるマジシャンの語源になった言葉ですから、まあ、日本語にそのまま訳すというのはちょっとこう無理があるんじゃないのかなと思いますけども、要するにマグ、マゴス、GOUS だ
と思うんですけど、ちょっと今手元に資料がありませんので、ここは記憶によって話してますけども、の複数形であると書いてあるわけです。つまり、マギという言葉は複数形であると書いてあるわけですよね。で、それはいつそのように、どのように解釈されて、そのギリシャ語の複数形であるというふうになっているかについては、疑問が残るわけですけども、それはさておいてもですね、要するにペルセポリスの碑文の中に出てくるのがですね、いわゆるスダナゴータママギと出てくるわけです。すなわちマギのスダナゴータマというふうに出てくるわけです。となると、その場合のマギは単数形でなければなりませんよね。スダナゴータマという単数の人ですからね。で、ストナルゴータマが、単数の人ですから、マギというのは単数形でなければならないと。そうしますと、そのマギという言葉が複数形であるという言い方は、どこから出てきたかということなんですけども、いろいろ考えればおかしいわけですよね。というのは、その後ですね、ヘロドゥトスという、ギリシャの歴史家なんですけども、歴史という本を書くわけです。その中にやはり同じ話が出てくるわけですよ。同じ話ということは、ペルセポリスの碑文に書かれている話と同じ話が出てくるわけです。で、ヘロドゥトスの方が後の、その後の人ですから、当然ヘロドゥトスはペルセポリスの碑文をもとにして歴史を書いたということになるわけですよね。そうしますと、その、ヘロドゥトスが使ったマギというのはどこから来たかと言いますと、やはりここでも矛盾が生ずるわけです。マギというのを、そのマグスの、マゴスの、いわゆる複数形であると。そういうふうに、書いて、他の文献にはですよ、そう書いてあるから、やはり矛盾が生じてくるわけですよね。言い換えますと、マギというのはマゴスと読むでしょうね。マゴウスと読む言葉の複数形であるという説は、ここで崩れるということになるわけです。ともかくも事実として、分かっていることはですね、紀元前、少なくとも紀元前500年以前にはですね、マギという言葉は歴史上2度しか表記されてないわけです。一つはゾラスター教の経典、そしてもう一つはペルセポリスに残る、碑文。その中にはストダナゴータママギ、あるいはマギストダナゴータマってあるのもありますけども、要するにストダナゴータマがマギだったということなんですよね。マギで、マギがそこで、歴史を始めてって言いますか、その2回で登場してくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、マギというのはもともとは、いわゆる、アナヒーターを主神として建てられた宗教、すなわち現在私たちがゾロアスター教と呼んでいるその宗教なんですよね。で、その、もともとはそれはマギ教と言われてたんですけども、マニ教ともなり、そして、ミレイとなるわけですね。ミレイというのは弥勒という意味だそうですけども、要するにその当て字なんですよね。いわゆる弥勒菩薩というのはそこで生まれるわけです。で、そういった形で、歴史上に現れてくるんですけども、そうしますと、最初に話しました、ちょうど今ずっとその写真を見ていただいてますけども、3人のマギっていうのは何かということになってくるわけです。もちろん、キリスト降誕の時にはやってきた3人のマギっていうふうになってまして、その3人のマギがですね、イタリアのサンタ・アポリナーレ・ヌーボーのその寺院の壁画にこのように書かれているわけです。で、3人の人物が書かれているんですけども、この場合は向かって右から3人目の、今ちょうど左に見えている人がですね、これはダリウス1世であることは私、林博が証明しました。となると、その前の2人は誰かですけども、順序から考えますと、歴史的な順序から考えますと、例えば、私は当初ですね、この3人というのはいわゆるペルシャのね、王の順位、ペルシャというのはもともとイランの国名ですけどもね、いわゆる、メソポタミア、バビロニアのですね、王の、あの辺全体を、ペルシャというふうに、当時は言ってたんでしょうね。で、それが、現在のイラクというふうになっていったんだろうと思いますけども、とにかくイランの国名、イラン人はイランの国名だって頑張ってますけどもね、ペルシャという地域において最初に、位につくのが、カンピュセス、あ、キュロス2世ですね。その息子のカンピュセス2世、そしてそのカンピュセス2世がですね、エジプト遠征の行ってる折にですね、ダリウスという、やりもちですよね、やりもちがカンピュセス2世を暗殺して位につき、そして同時に、ストダナゴータマを
を悪人だとして、いわゆる強奪者として、追い出して、そして自分が522年に、位にペルセポリスで位につくわけです。そういう流れにあるわけですよね。で、そのダリウス2世が、2世、ダリウス1世ですね、ダリウス1世、ダレイオス1世ですけども、それがですね、いわゆる、カンピセス2世を暗殺したかどうかについては、そういう記録は残ってませんけども、流れからするとありうる話なんですよね。ダリウス1世はただのという言い方も失礼かもしれませんけども、やりもちだったわけですからね。そしてそのエジプト遠征の折に、そのカンピセス2世は命を落とすわけです。そしてその後、ダリウス1世が位につくわけですよね。あまりにもよくできすぎた話ということになりますけども、当初ですね、そのサンタアポリナーレ・ヌーボ寺院のですね、壁画の人物を右からですね、私はキュロス2世、そして2番目が、という、あの、あ、ごめんなさい、1番目がカンピセス2世、そして2番目がストラノ・ゴータマ、そして3番目がダリウスというふうに考えてましたけども、順序がどうも逆みたいですね。順序が逆ということは、先頭がですね、いわゆる、最も最高位の位にあったストラノ・ゴータマになるわけです。いわゆる、マギですからね。マギというのは、スターゲイザー、星見る人という意味なんですけども、要するに星イコール神ですからね。メソポタミアではディンゲルという神ですからね。で、神と対話ができる人という意味で、そのストラノ・ゴータマが第1位になっている、考えても当然ですよね。で、その後に、カンピセス2世が続くわけです。3番目のダリウス、これは要素ですね、ヒゲの濃いところ、それからフリジア帽をかぶっているところ、それからトゥーキッシュマントですね、を着ているところ、模様まで一致しますからね。ダリウス1世のね、衣服の模様まで一致しますから、それはダリウス1世で間違いないわけです。そういった視点でもう一度見直しますと、先頭に立っているのがストラノ・ゴータマ、そして2番目が、カンピセス2世、3番目がダリウス1世となるわけです。そうしますと年齢差も合うんですよね。というのは、一番先頭に立っている人は、結構年配と言いますか、爺様風ですよね、私のようにね。で、2番目が若いですよね。で、3番目がダリウス、これは間違いないと。そうしますと、やはり先頭に立っているのが、マギのストラノ・ゴータマであるということになるわけです。で、2番目のそのカンピセス2世、これは大変な暴君でしてね、カリギュラ、それから、エリザベスじゃなくて、マリアですね。マリアじゃなくて、メアリーですね。メアリー女王ですね。ちょうどルネさん、1500年の後半にイギリスで強制的にね、プロテスタントを改宗して、カトリックに改宗した、ブラディ・メアリーですね。メアリー女王ですね。この3人は歴史上最も、なんて言いますか、暴君と言いますかね、残虐な暴君として知られています。その中の1人がカンピセス2世なんですよね。ですから、それほど長く在位はしていなかったんですけども、もう一度繰り返しますと、サンタアポリナレルンボーの聖堂の中に描かれている先頭に立っているのが、これが、私はストラノ・ゴータマであると判断しました。マギです。そして2番目がカンピセス2世ですね。そして3番目が、一番左ですけども、それが、ダリウス1世ということになるわけです。なぜこれが重要かというとですね、いわゆる、マギというのが固有名詞か、いわゆる、一般名詞かですけども、固有名詞としてしまうと、大変キリスト教にとってはまずいわけですよね。現在のローマンカトリックにとってはまずいわけです。なぜならば、その3人のマギがですね、3人のマギとしてイエス降誕の折にですね、聖母マリアの、ところをやってきて、イエス降誕を祝うということはありえないわけですよね。と同時に、ありえないわけですね、要するに。マギというのは固有名詞ですから、そこで、博士とか賢者とかというふうに言い換えているわけですけども、その一つの、乱れの証拠としては、その後ですね、ローマンカトリックではその3人のマギについてね、いろいろと並べを並べなな名前を並べていますけども、国によってすべて現在ですよ、3人のマギの名前が違うんですよね。で、サンタアポリナレ・ヌーボー大聖堂のその3人のマギの上にもですね、名前らしきものが描かれて書かれてますけども、その名前とまた他
他のその国における3人のマギの名前とも全部違うんですよ。そのあたりのことはですね、3人のマギについて検索を調べていただければ証拠が出てきるというか事実が出てきますね。話をぐんと戻しますけども、要するに3人のマギという言い方はおかしいわけですよね。まあ、でそこでマギというのは複数形であるという、まあ、おかしいけどもそれをねじ曲げたんでしょうね。3人のマギ、マギというのは複数形であるという説が生まれてきたわけです。となると、じゃあなぜペルセポリス、紀元前に2度しか出てきてないはずのですね、ペルソポリスの碑文の中にストダナゴータマ、マギという言葉が出てくるかということなんですよ。ということは複数形だったらおかしいわけですからね。ストダナゴータマ一人ですから、ですからまあおかしいわけです。でそこで調べていきますと、ストダナゴータマというのは、まあ、調べていくというか、あのと同時にですね、もう一人息子のセタ・アルタ・ゴータマという名前が出てくるわけです。それはペルセポリスの碑文の中にも出てくるんですよ。そうしますと、そのダリウス一世に追われてね、追われたストダナ・ゴータマ一家の中の一家の中に、まあ、そのセタ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、それが出てくるわけです。そしてその名前がですね、その後直後に今度はネパールで現れるわけです。そしてブッダの名前はシッダアルタ・ゴータマでしょ。それからいわゆるストダナ・ゴータマの息子が、息子がですね、シッダアルタ・ゴータマ、セッダアルタ・ゴータマですよね。もう一度混乱してきましたから、話すとね、ペルセポリスの碑文に残る名前によるとですね、ストダナ・ゴータマ、それからセッダアルタ・ゴータマ、そしてその直後にね、今度はネパールに全く同じ名前の人物が2人出てくるわけです。それが、まあ、ストダナ・ゴータマとシッダルタ・ゴータマということになるわけです。現在、ネパールではですね、シッダルタ・ゴータマのお父さんのことをストダナ・ゴータムというふうに発音していますよね。ですから、そこで一致するわけです。すなわち、ストダナ・ゴータマと、それからセダルタ・ゴータマ、別名シッダルタ・ゴータマは、ペルシャからやってきたという説に、つながっていくわけです。で最後にもう一言付け加えますとね、そこで出てくるマギなんですけども、固有名詞とするとですね、そうしますとゾラスターもマギ、そしてストダナ・ゴータマもマギですから、バギマギでつながって、ストダナ・ゴータマ、すなわちブッダと呼んでる、まあ、お父さんの、まあ、ブッダのお父さんですよね、のストダナ・ゴータマはイコール、ゾラスターということになるということです。この最後の部分がちょっと今のところ弱いんですけども、まあ、私はそのように今回動画の中で押し切りましたということを、まあ、理解していただきますと、ブッダの謎に迫っていただけるものと思います。で、ここまでの結論ということになります。ダリウス一世というのは紀元前500年前後の王です。ですからどんなに頑張ってもダリウスがキリスト生誕の時にバージンマザーのところに馳せ参じてその誕生を祝うなどということはできなかったということです。次に重要なポイントはストダナ・ガウタマイコールマギですから、もう一人マギと呼ばれている人がいたわけです。それがゾラスターということになります。でマギが固有名詞であるならば、ゾラスターイコールストダーナ・ガウタマということになります。つまりここで仏教といわゆる、まあ、ゾラスター教、マギ教との接点が生まれるということです。つまり分かりやすく言えば、ゾラスターの別名がストダーナ・ガウタマであり、そのストダーナ・ガウタマの息子のセッタ・アルタ・ゴータマ、ネパール名シッタ・アルタ・ゴータマが仏教を広めたということになります。となるとサンタ・アポリナーレ・ヌーボーのあのモザイク画は何かということですけども、もともとはミトラの誕生日に駆けつけた3人の王たちの絵ということになりますが、それをちゃっかり横取りし改変しキリストの生誕にすり替えたというのが、あのサンタ・アポリナーレ・ヌーボーの、まあ、モザイク画ということになります。今ご覧いただいているのがブッダの系図ということになります。ザラストラ、またの名をゾラスターと言います。マギです。そしてストダナ・ゴータマもその左に表現しましたけどもマギです。つまりこれら両者は一人のデミゴート、半神半人ということになります。そして人間、まあ、ヤーンの間に生まれたのが私たちがブッダと呼ぶその方、すなわちセッダ・アルタ・ガウタマ、
ネパール名シッダルタ・ガウタマということになります。こうしてブッダの系図が説明できます。で、ついでですけども、キリスト教ではキリストの誕生 のことを誕生とは言っていません。降誕というふうに言い換えて、まあ、すり替えていると言いますか、逃げています。つまり12月25日はキリストの誕生日ではなくてミトラの誕生日、つまり、ゾラスター教でいう冬至祭の12月25日にバージンマダーアナヒータのもとで生まれたとされるミトラの誕生日であったということになります。それがクリスマスとして現在残っているということになります。一連のブッダの動画の中でそれを詳しく説明していきたいと思います。 Bye for now.